はい、こんばんは、うどんです。今日も信長寝坊創造 PK 大谷予測編続けていきますか。前回は九州征伐に成功して黒田と大谷と細川を部下に加えたところで、それらを南方に配置して現在駿府攻めの真っ最中で、ここで最後に海戦で勝ったところですね。で、駿府攻めを成功させるためには壁を作る。壁を作って後続部隊で包囲。今だ、一気に徳川家を叩き潰せ。さあ、あいつ確かしのちゃんが、こいつうがち抜けやろ。確かしのがね、あの能力値は控えめなんだけどうがち抜けなんですよね。武勇、ああそんなことない、そんなことない、武勇80あるわ。うーん、壁を作ってるうちに駿府を落とす。駿府を強行。あんまりそのまま殴り合うか、正面ですし。あえてマップ戦闘にしない方がいいかな。回収だいぶ進みましたね。うん、石垣発見し厄介ですよね、本当。もう発見しさ、基本的に徳川パープキットだよね。あ、徳川と北条のパープキットですよね。よし、で、飯田城を支援したい。飯田城攻め支援のために乾の又兵衛と出陣するぞ。又兵衛と森と又兵衛を出しましょう。出陣するぞ。そう、発見者ね、基本的にそんな感じなんですよね。うまくやれるかもしれんから、ちょっとスマップ戦闘に進めるか。しのちゃん注意。しのに対してはできることは、ああ特にないな。まあ、あのまずこいつ稲をうがち抜けてぶっ飛ばす。稲をうがち抜いて、しのちゃんはまあマップ戦闘でもいいかな。うがち抜けをやられたくない。おっとっとっと、近すぎる。貴重やね。このままうがち抜きで乗り込む。ちょっとしのちゃん一人になったらうまく攪乱できないかやってみましょう。正社じゃあ下がる。アウトレンジに逃れて、よしよし、とかくらん、かくらんして下がる。おっと、また水晶か。避けて袋叩き。よしよし、さらにかくらん。聖者多いですね。やたら聖者すんな。
おっとっとっと、ごめん。よし、これで死のはほぼ撃破。また戦車大好きやね。戦車してるところをうがつの気がないなら潰す。また CPU 好きだな。じゃあ、その動きの止まってるところを動かし、ドゥドゥッと。捕獲なしか。まだ次々、次々来るな。寸法を守るために必死ですね。あ、というかもうこれ包囲でもよかったな、殴らず。もう半分まで来ちゃってんな。次々に来ている。お、素晴らしい。もう超至近距離からのうがち抜けでしょ。これうがち抜いちゃおう。かき焼け。いや、戦車さんね、確かに大好き。ゴゴゴゴ、すげえ溶けた一瞬。さらに東から来てますね。まずウドのを吹っ飛ばす。動きの止まったところをうがち。さすがにちょっと連戦が過ぎたな。だいぶ兵が減ってきた。この手クランをやっつけ、よしよし、名勝。いや、これは名勝。よしよしよし、寸法落ちたんで、一回このままニラ山まで行く、いや甲府まで行く。どうすかな。この戦力であればもう一押ししたいですね。ニラ山か甲府か。まあニラ山かな。まあニラ山ですかね、これは。小田原はさすがにね、さすがに小田原死んでたんですよ。おっかり来すぎですね。ご命令を報告いたします。先月の収支です。報告いたします。あ、そうだ、クッキーをね、さっさと吸収しようかなと思ったんですよ。これこの位置だったら前線に来れる位置なんで、鳥羽城。鳥羽に出兵する五詰めは今いない。で、ちなみに今飯田攻め中。悪くはない感じ。石田がね、石田の攻撃要請で飯田に来てるんですけど、
建設桐山農産この位置農産で、城主をどうするか。浜松が黒田長政、これ黒田官実質官兵善助森後藤森岡崎が池田輝政なんですけど、これ実質鍋島幸ちゃん清須の大谷、まあ黒田系を先に伸ばすか。黒田系でまだ上司やってないのってともちゃん一世まあ和成でしょうけど、和成ともちゃんか和成か。黒田な、あの黒田官兵衛のね忠誠回復すればねまた別上司なんですけど、まあ一旦和成にやらせるか。鍋島勝重のね忠誠がねよろしくないままですね。勝重よし、まあ適当に内政、うん、竜造寺軍団、竜造寺軍団を下につけてやりましょう。取引何なりと申し付けよ。取引売ってない、整備駿府までの道を手厚く、うん、ねえ、あのなかなかね、何なりと申し付けよ、なかなか忍とも勘とも家宝ちこの古い付き合いの福島高春もね、あーそろそろ福島も変える、福島も回復するか。よし、福島もね、ずっと使えてくれてるんで兄弟で上司したいな。福島をどっかに引っ越したいが、まあいっか。家臣巡察ん、あーこっちの巡察か。まあ適当に120日、めちゃめちゃ遠いからか。政策の忠誠シーンアップね、まあ南蛮保護、整備、こっちの街道も手厚くしておこう。まあ3ぐらいは。3ぐらいは上げておきましょう。みんな奉行やってる。よし、これから北の支援も手厚くいたい。行くか。これを正面突破して二段目に行きましょうか。いけるんだったら2代目行きたい。大谷隊がねちょっと無理を重ねてるんであれなんですけど、さあ横からガリ押し、うん、まあ大谷なら想像でいいんじゃない。あ、そうだ、あ、まだか。掛川に突っ立ってる、あ、本当だ、小吉だ、桐山、あ、これ小吉、ちょっと戻るわ。鳥羽城落とすのに使うわ小吉。そうですね、ここ一回帰りたい。これを倒したら帰るか。あ、Uターンした。じゃあ帰る代わりに黒田長政、めぐみちゃん、善助、ミラヤマに行くか。大谷隊一回駿府に帰り戻ります。下がる、やれとしよう。あ、戦闘モード、あ、体型体型体型戻して、友
あれ戦闘体験やめてよ。よし、そうですね、今回のゴールはお江戸ですね。3体ニラ山で、ニラ山前で、ああ、そうね、下から一部隊攻撃、おお、飯田方面の援軍に行ってますね。飯田はいい感じの強撃になってる。え、これ強撃違うよな。いや、強撃っぽい感じか。いいな、まさ5000、いいな、まさ5000、脇坂500、氏家500、原、蒲生6000、小野木5000、重家3000、箕輪のね、飯田政ね、本田政宗ゴンベレ、まあこれは強撃かな。マップ戦闘でどうにかできる気がしない。我に受けぬ敵なし。ご命令を。先月の終始です、報告いたします。浜松拡張、お、想像になった、ついに想像が始まりました。小荷田配備するか。小荷田配備、保守の中性低下、うちは基本的に細川以外は、あれ、あ、そっか、細川吸収しないんだ。細川言ってたけど、細川吸収してねえよ、よく考えたら。細川だけダメだったんだ。よいしょ、弊社修復6ヶ月建設、小早川か、あー、そっか、いけるのか僕自分で、あ、いや、いけないか、軍勢に任せてるから。軍団、いや、あの、指示出せばいいか、指示進行。じゃあちょっとまず援軍を借りて、毛利、要請援軍、毛利と、要請援軍、ああ、小前から借りられる、小前から借りる、まあ、小西、そうそうそう、すごい適当な軍勢なんで、まあ、あの、毛利とか小西が乗っかった時に運が良ければぐらいでいいんじゃないでしょうか。で、石田、豊臣は無理、石田にやらすか、あれ、ああ、今できない、まあ、5700、もう一部隊ね、もう一部隊あれば普通に自前だけどうにかできるんですけど、もう一部隊がいないな。うん、久喜義孝が生きてる、生きてる、生きてる、まあそんなでもないんですけども、2人とも狙い撃ち、特に岐阜の上に乗っかられてる、ああ、郡上八幡か、庭が郡上八幡攻めてる、にはいい感じ、にはいい感じよ、もうもっともっともっと本格的にやっちゃってよ。軍団攻略、じゃあ小早川を攻めて、もう あとは任せる、よし、行きましょう。まあ運が良ければ、運が良ければぐらいで。軍団委任、開発員、さあ行きましょう。ニラ山、おお、
2万2000対1万3000やるか。ただし言い直さなんだよね、総大将が。まあやった方がいいとは思うんだけど、総大将森か。森くんは前に出ないもんね。井上さんのね、赤ゾーンはね、怖いですね。何か別の舞台で戦って先にゲージを使わせるとか。総大将の時、自分の時は自分の一番、まあ基本的に兵力が一番多いやつが総大将になる感ありますよ。でもこの前自分優先ってことかやん。おお、突っ込みきゃかった。じゃあ突撃、突撃で押し返す。おっと、こんなか。こっちタイマン、そう、ゲージがね、本当ね、僕もゲージ共通タイプあんまり好きじゃないんですけど、あ、顔に、まあ、状況的にはマシな状況と言えるでしょう。ステーキッチ。体体が消滅。うまく正射2連とかしたいですね。雨も止んでる。よし、ダブル正射チャンス。正射チャンス取る。ここで発弾とかもあるわけじゃないから。よし。こう。クロスファイヤー。拾ってくれないか。拾ってくれるとありがたいんですけど、敵の機動力を下げるのは追い打ちぐらいしかない。追い打ちしかない。まあそうですね、リスではまあ武将プレイだからってなるでしょうね、きっと。クロスファイヤーしたんですけど、拾わなかったな。ぶち込んできなかった。後ろが、細かい舞台が全滅食らった。飯の甘さが暴れますね。暴れ飯の甘さ。強引やな。強引なバックで。バック突撃。バック突撃だっす。バック突撃で跳ねられた。
でも、もう少し。ピーチボンバー食らって滅びましたね。ボコンと後ろで、よしよし。しかし、これを落とす戦力がないんですよね。ニラヤマ乗った。じゃあこうしよう。ニラヤマ乗ったなら、ここ待機。手動戦闘で縄文壊すか。あ、ダメだ。ダメだ。味方待ち。そう。これで手動戦闘をやっ。あ、こう来る。これこっちかな。里見。里見。あー、これも指導戦としてーなー。218倒せば勝ちなんで、こっちからこっちからやりましょう。指導戦と、七本にあり。いやー、まさかの里見援軍ですね。よし、これでこっち OK。 こっちから来るようだったらこっちから移動させて、こっちを一人入れる。ルートはこっちかな。で、こっちを指導せんと、またまあ、韮山関東に近すぎてね、守れるかどうかちょっと怪しいところあるんですけど。の武器に突っ込ませましょう。あ、誰か捕まえた。ゴンベイ、ゴンベイが誰か。先導か。あ、なんかそういうこともなく、よしよし。駿府の前でかなり削りましたもんね。又部は撤収。うわー、きつー。さすがにこの数はちょっとしんどいな。先月の収支です。報告いたします。で、茎はこんな感じ。軍技、養成、援軍、ダメか。まあ岡崎から出して。鍋島がね、まだまだいかんですね。池田仁王門、新速の池田輝政に仁王門と奥義一線つけてぶっ飛ばしましょう。出陣するぞ。こう、かしこまりました。あ、こっちから来たか。よし、二雷も落ちますね。二雷も落ちる。いや、位置的にこれは納車でもいいのか。違う違う、庄屋でも。あ、まあいいか、ちょっとそっちで。ニオムはね、あの防御力大幅アップで移動力低下みたいな感じなので、殴り合いに、めっちゃ殴り合いに向いたやつです。
宗教を磨いてみんな解明。いやー、なんかその龍蔵寺はなんだろうね、龍蔵寺高信一人で持ってたのかな。そんなこともないでしょうけど、龍蔵寺一門の龍蔵寺高信の死んだとか、なんかもう本当何もないっすね。しかー厳しか。金森200人、まあ縄文削っちゃうんすか。意外に落ちたな。ニラエも落ちた、下田も落ちる。いや、小田原行くにはさすがにパワー不足か。お、ナイス奇襲。なんだっけ、人望のあるカマチを切ったんですよね。ゲゲゲ。まあ景気にもね、なんかその自らを出しにね、ナイスコイン外交ですよね。これしかし一回撤収。チャンスか。かなり兵減らしてはいるんですよね。甲府。甲府富士吉田か、この戦力フルで小田原か、やってみるか。耐久力16000。いや、16000はしんどいな。16000はさすがにしんどいな。どうだのか、どこまで援軍来るか分かんないし、勇気も来るだろうな。まあちょっと甲斐攻略するわ。はい、攻略。かしこまりました。大谷義嗣ももう一仕事。福島はまあ落とせるから大丈夫でしょう。でこっちは残り兵力529、もう無理だな。あとは任せるか。いや、任せる前に一夜戦しよう。あー、里見かー。足利有志。こう、甲州隊が武田が出てくる。武田信義でしたっけ、源平時代。いやー、そうです。どつ倒さなきゃいけないんです。そうね、まず富士を下押さえましょうかね。うぜひ、よし、踏んづけて。おっと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 、ああ、もうまだいたのか。そうか、稲城を忘れてたの。強引。
棟梁が邪魔をする。棟梁邪魔、あとあいつを通すのに行って、おや遠目に、よし、もうあとは任せた。もうあとは任せた。結構頑張りましたから、あと頼むよ。島坂も来てるし。と思ったら家康が上から来てる。庭の郡上八幡攻めはどうなってるか分かりかねる。石田の小詰めが次々に出てますね。毛利勝つのは1万。いいよ、いいよ、いいよ。そう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 。そういうのが頑張ってくれればね。ん？あれ？いや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 、指示進行、無理やりも進行させる、うん、出陣します。お、落ちた。おお、飯田落とした。よしよしよし、これ結構でかくて、飯田家がね、あ、石田家がこれでここを最前線にしてくれますね。後ろから兵を呼んで、あと三成と共に進軍してる感がね大変良い。舞台返して、吉川、吉川小早川で毛利が滅ぼすっていうね。先月の収支です。報告いたします。お任せください。うん、庭もね、いい感じですね。庭も来てくれれば庭も先生に来れますしね。庭はそのままの金森も滅ぼしてほしいかな。いやいや、飯田いいよ、飯田いいよ。で、もう軍団が届かなくなるから、軍団本拠地、あ、まあ、全然届くね、刈谷から。届くわ、ニラ山まで。家臣、任免、任命、ニラ山。ニラ山、ここの辺りを、そうですね、ただ、庭対前田はね、さすがに戦略的に厳しそうな気がしますね。平塚が金ヶ崎。さすがにもう金ヶ崎は遠すぎるかな。さすがに庭対前田だとね、なんか前田勝ちそうですね。山内、堀尾、中村を部下に。ああ、巡察中か。九州の巡察に行ってるんだとな。じゃあ、カニサイゾーもつけてやるか。そうですね、今の大河の舞台ニラ山あたりになるのかな。平塚、駿府、福島のんびり包囲中、整備、ど真ん中に五の街道は作ってる。あ、前その話聞いたな。松田聖子がそこの子孫っていう。こっちも手厚くしときましょう。手厚くやっとく。よし、回収はそれなりにできてる。見ましょう。勘弁ね、まだね、あの政治80代だったからダメだと思う。我が道を開けよ。残り379だったら主導戦闘にしてぶっかそう。おっ、いやー
大谷大活躍ですね。大谷の起死は本当ねありがたい。この時代大谷トップレベルですもんね。三国末期の脅威かっていうぐらいです。いや、さすがに言い過ぎた。飯田正とか島津義弘とかまだまだ全然いるし。いや、鎌倉の北条とはね、今のあの戦国の北条は全然別物ですね。任せください。承知いたしました。よし。富士吉田を、まあ別物というか、あの自称したというか。立花家と停戦したため。立花と停戦？へえ、氏綱の嫁が北条宗家の。子孫説があるんだ。まあ一応なんかちゃんと名乗るには名乗る理由があるんですね。まあそうか、まあなるほどね、なるほどね。いやでもまあまあでもまあなんかどうなんでしょうね。そこら辺の小娘をなんか引っ捕まえて適当な家に養子に入れて格付けしといて、でまあこれ北条家の子孫ということにしたのかもしれませんし。甲府を攻めましょう。甲府でね、一応強撃態勢にはしとこうか。足利頼氏、あ、富士吉田に来てる曲かな今の。あ、二連山に来てるこれ。いや違う、なんだ。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。掛川は本拠地を動かさなきゃいけないんだけど、鳥羽城を落としたら本拠地を動かそう。いやーシンクロを走る意外にいいペースで進んでるなとは思うんだけど、まあ完結ははるか先でしょう。さすがに完結といえば戦国が終わり、戦国がついに本当に終わりそうですね。富士吉田、まあ下田、富士吉田、この辺りをネスカフェとコラボダメみたいな話じゃなかった。そうか。いや戦国もね、なんかとね、今なんかこの静かに終わりを迎えてる感じね、すごく好みっす。なんか話最後なんかこの割と淡々と進んでるじゃないですか。それすごい好みな展開なんで、いやなんか終わりにふさわしい感じが。実はちょっと武将が微妙になってきたな。あ、そう、二代目の補修か。いや、二代目そもそも、あ、そっか。軍団変えないとダメで、でも軍団変える前にここ落とし切りたいんだよな。ね、もう秀吉死亡後は本当に、すごい速さに。一旦とりあえず内政官ちょびっと。まあでもそれでいいんだと思いますよ、さすがに。適当に散って、まだ不審ですね。あはは、風雲児たちか。そうなんですよね。もうねヒストリエとビンランドサガ、ビンランドサガは大丈夫だと思うんですけど、あ、女性が回復したの。出陣中、これで黒田長政に城をあげられる。ヒストリエが心配でいかんな。全然
OK。家臣任命。カニサイゾウ、湯浅、木下、木下。鍋島ね。平山。まあいいや、うん、遊びは終わりだ。よしよし、鳥羽城5500。そこそこ兵が残ってる状況。寄生獣も35年前か。そうか、そうか、35年前か。アニメ化もね、最近というわけでもないけど、アニメ化もしましたけどね。狙い撃ち。時間との仕方し。え、ドリフって今やってんの？新速で離脱。ドリフやってるの驚きなんですけど。そうか、じゃあ期待していいのか。単行本突っ込んで、ドリフ突っ込んで、アンドニオン。よしよし。ドリフ意外に乗ってる。そうか、もう単行本派なんで。ドリフはタリンね。あ、石田出せるのか。ダメか。カリアのサチちゃん。カリアのサチちゃんが来てくれれば勝てる。踏めば勝てる。まずは左。でこっちも手動。甲府に向かってるか。ムガチ抜きか。そうそうそう、 6.5 かね。僕も読んだ。今月戻った。いやー、よかった。もうちょっとね、もうね、ハンターハンターもね、ほぼほぼ諦めムードなんですけど、ドリフは諦められないな。今調理をして突っ込むか。今調理をでアウェイで突っ込む。突っ込めない。先に引っかかった。あー、やべ、しまった。うかつ、あまりにもうかつ。そう、ピュレ相打ち。相打ちで消滅。相打ち消滅。あれを阻止しないと。おお、そっちかよ。いや、ちょっと行ってさ。山内さん、忠義。表情を始めます。報告いたします。鳥羽援軍待ち。先月の収支です。報告いたします。鳥羽はまあ
サチちゃんが来ればいけるから残り30日か。もう強行対戦に入るか。バスタード諦めた。いやー、僕バスタードはね、あの侍が出たあたりのであたりはね、短縮読めてたんですよ。その後でね、その後からその後で挫折した。除水除水。いやまだ城に入ってないから編成ができないか。高登場、おお頑張ってますね。高登場えらいえらい。え、バカボンド、バカボンドはどうなの。バカボンドはなんかこう、いやいやいや、そう、それはバカボンドはなんとかならないの。そうですよ、バスタードアニメ化ですよ。忍者取りでスライムヌルヌル攻めの悲劇がね、どう描かれるか楽しみでしょうがない。桐山、あれ、あ、桐山のこれ、あー、まあでももう、よしよし、うん、あ、そっか、スラムダンク、そういえばね、劇場映画ですよね。まあでも15年待ったね、タイタニアがね完結しましたからね。タイタニアが解決するんだったらね大丈夫よ。来るのか。ああ、モガミ、え、モガミ？うそん。モガミは予想外やった。いや、伊達より、伊達より先にモガミか。ああ、黒田長政さんね、確かにね。伊達がね、案外ね、落ちないですね。神父、富士、吉田、甲府、富士、吉田、甲府、駿府の迎撃、駿府なんだ。あ、まっすぐ抜けてくるんだ。まっすぐ抜けてくる。掛川も、乾もボコボコ。福島、岡崎、刈谷、名古屋、出せる兵がいない。うん、まあさすがにこれ徳川を滅ぼすためにここまでなのでしんどいから、まあ江戸を取ればもう関東勝ったようなもんなんでね。え、総流伝とアルスランとタイタニア関係させたのはほんとすげえと思う。進行、あれ立ち止めも落としたいのよ。芝の山、うん、甲府の防備が駿府一応4300は出せる。早く飛ば落としてすっきりさせたい。敵が我が領内に向かっております。あ、金ヶ崎出せばよかったな。金ヶ崎無理やり、無理やりな軍勢。あ、これ鳥羽が怪しいな。飯が尽きる。一旦焼き打ちしよう。お、山田長政、微妙な能力ですけど。あ、今発見しきればよかったな。表情を始めましょう。報告いたします。
そうですね、正直よくあの状況からアルスランとタイタニアとソリドン終わらせたなと思いますよ。終わらせたくてもね、すごいのは間違いないですよ。あー、こんな、あれ、二ライマ狙いか、この軍勢戦つ。いや、目標駿府だよな。余計な出撃を。余計な出撃だな。で、黒田が入ったんですけど、もう本拠地変えなきゃダメな。軍団攻略、いや軍団本拠地、もう浜松を本拠地に変えるしかないか。浜松本拠地にする。で、人がだいぶバラバラだな。名古屋が福島、刈谷が幸ちゃんなんですけど、で、鍋島も回復したか。鍋島系に甲府と富士吉田任せるか。鍋島で富士吉田には生き残りしてんの木下で、鍋島は木下、あ、間違えた、まあいいや。鍋島と木下で、岡崎の、岡崎に福島が、いや名古屋結構兵力あるからな。岡崎ほどではないか。幸ちゃん家臣任命、じゃあ福島弟に、福島弟、あれ福島弟は出撃したかな。福島弟出撃中は、ひ、そうか、じゃあいいや。鍋島を前に出した。で、浜松が空っぽになってるのは黒田が入ったから。森、後藤、駿府を黒田、長政で、浜松を神戸、はい、分けました。こんな感じで、この辺りが黒田系、もうすっかり黒田系ですね。この辺り、この五条が黒田系で、こっちは鍋島グループで、ニラ山は平塚。ここはちょっと特に誰というわけでもない。下田はまあ当分あかんですね。下田、富士吉田、甲府、一旦割った。で、黒缶のところに、黒缶のとこに、黒缶のとこに部下、ちょっと迷ったから一回山内でも放り込んどこ。一旦山内放り込む。貝も確かに人手が足りないですね。なんか戦術とかがね、だいぶバラバラになっちゃったと思うんですよね。でもちょっと今は判断がつかんな。鍋島、よいしょ、適当に、よし、これで一旦人の配置 OK で、ここら辺の整備は一回失敗しちゃった。まあ任とも官とも、で、そう、だいぶ大変になってきましたね。わあ、そうなったか。
これは大谷が行かないとダメ。うん、勝重にね、あの勝重にどこの辺りでどっか城をあげましょうか。鍋島グループこうなってるから。うわ、石田が包囲されて、どうやら高登場攻略は失敗かな。こっちは頑張ってくれ鳥羽城ね、政治力4。その無理、あ、そうか、今指示できるんだ。無駄に兵減らしとって一旦開けるか。我が領内に敵が迫っております。うへえうへえ、攻勢が止まらなくなった。来ました、宗助。こっちをぶち込む。迎え撃ちましょう。あ、そうですね、ショートの舞台出せるんですね。そういえば来といて逃げるんかい。うお、静寂方向で迎え撃ちよった。で忠勝が抜けた。でも逆に言うと忠勝だけなんで、待機しろ。お、引き上げた。引き上げてない。ちょっと引き上げた感ありますね。本当はね、高登場の攻撃支援したいんですけどね、甲府から。しかしそうなんじゃ、いや、引き上げるかどうか。もうダメだ、甲府城離れられない。でも善助はもうさすがに帰らんと思う。後ろの方は兵が全然回復できてない。岡崎の池田輝政が出られるかもぐらい。あ、名古屋の星島5000。そういえば戦国の視点と、あの大きく違うところの一つ、あの連兵がないですね。そういえばそれがないから、あの兵が回復して出せるんだよね。はい、なんで行かないんだろう。指示進行。やっと行ったか、うん、おお、石田が郡上八幡に乗り込んでる。いいと思う。郡上八幡にすげえ行列作るのはいいんだけど。表情を始めましょう。報告いたします、報告いたします。軍議要請援軍。あー、ダメか。金森攻めてもらって思ったんだけど、ダメだった。小田え、うーん、回収。庭が前田攻めてる。ああ、前田の兵が前線がちょっと削れてましたね。ここちょっとひどすぎんの。まだ中村が到着しないのかな。うん、
富士吉田に内政官一人送ったろう、うん、おお。ん？これなんだ？ん？ああ、びっくりしたわ。何のラインかと思ったらこれ。何のラインかと思ったら。戦うつがいるからって話かなこれ。こっちから帰れよ。帰り道こっちやで。もう何の線ですよ。ほんま。政策はまあ変わらずか。整備まあ少数とはいえ、まあ強撃になるからそれでよし。あ、でも結局まだ回ってますね。いまいちだな。黒田長政編成がいまいち。こう、あれ違う、やっぱり U ターンする。やっぱり U ターンする。もう本田タラス狙い。あれれ、あ、いや、なった一瞬上になってたような気がしたんだけど。お、これ3500、富士吉田戦。やっとこちらが終わった。これ軍団外になっちゃったから。うへえ、これこのままだと危ないで。まあ来たやつを片っ端から鍋島と大谷薄くでかっこいい気は。でも大谷薄くの辺2300、一回帰りたいな。帰って補給していきたいな。福島6000。うわ、また来た。あれ、あー、やばい。鉄砲くれる。これあかん。いや、逃げるとかできた。本田忠勝ね、ここ倒したいですね、逃がさずに。前から出すか。いや、でもこの兵使うのどうなのかなっていうね。いっか、逃がすのはしょうがないか。結局駿府に次が来てる。甲府の鍋島出撃。で、福島を迎えましょう。まあさすがに落とせなさそうですね。毛利勝さんが6000まで兵が減ってる。高遠城をね、うまく石田が落としてくれるとだいぶありがたいんだけど。我が領内に敵が。今度は富士吉田、竹中重門。そうね、願いっていつの間にかね、いつの間にかねっていう。ご命令くだされ。先月の収支です。
豊臣の同盟、ここまだ人入れられない。いやーこれはなかなかしんどいな、なかなかしんどいですね。まあ鳥羽城に一旦すぐ、あ鳥羽城指揮範囲外なんだ。3600か、まあそうも言ってらんねえか。軍団移民、移民忘れた。軍団本拠地、鳥羽城指揮、鳥羽城指揮範囲外でしたねこれ。まあしょうがないか。乾、一個下がると甲府が届かなくなるのがきついですもんね。まあしょうがない、しゃあ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 ないだ。内政官だけ適当に放り込んどいて、よし、なんじゃこれ、なんじゃこれ、むちゃくちゃやな。まあ3700でも行くしかないか。出るぞ。よしよし、武将がちょっと増えました。クキファミリーが、クキファミリー、ひねの、あーそっか、富士吉田もまずいんだけど、あれどこ行ってんのあいつ。こいつを倒したら富士吉田に行こうと思ったんですけど、続け敵が我が領内に向かっております。目標不明、ああ立花滅ぼした結局。織田軍塩、結構頑張ってますね。塩尻まで攻めてる。でさすがに限界に達してる石田軍。まあでもいい感じにね、徳川の消耗戦になってると思うんで、徳川うまく消耗させてくれてるかな。怪我は1800、カリア、サチちゃん、サッチンも行くか。出陣する、サッチンも出撃。ああ、なんなんですねこれ。500、次は田中重香と鈴木、そういえば一回、いやでも結局朝廷停戦しても、そしたら石田が苦しくなるだけだろうしな。朝廷停戦という夢がありましたね、そういえば。昔の木が跳ねる。
ガチ抜きはね、シンプルに強いですから、ね、危ない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 、さすがにさすがに限界だ。大谷隊が限界です。ご命令ください。先月の終始です。大谷対限界、まあ、鍋島、福島、池田輝政、幸ちゃん、平塚、下田、ヘルク、戦、全く戦力にならない、下田、韮山。ニラ今なんかえらい国力低いですね。壊されまくったからか。小だら8200か。確かに小だら軍がねガンと動くのねかなりしんどい。ああ駿府5200まで回復してる。浜松一人、あれ僕人移動しなかったっけ、浜松に。気のせいかな。浜松追い打ち、カズトヨ、そうやたらスンプ攻めてきますね。やたらめったらスンプを攻めてきてて、なかなかちょっと大変な状況。黒田節、底力、かく乱、奥義戦、高田武将、そろそろ足りなくなりつつありますよ。九州であれだけ回収してきたんですけど、そろそろ城主級は厳しくなる。まあ、いざとなったら山の内とかも、堀尾とかを城主にすりゃいいんですけど、各城がちょっとずつ。庄屋。教会。あれ、まあいいや、教会。よし、行くか。うわー来ちゃった、グエー来ちゃった、グエー来た。本田忠勝プラス3体クラ、これ本気やな。本気勢が来ちゃった。グエー、うおー、抜け道から来た。まあ駿府でうまく競技できるといいですね。犬飼、風魔小太郎隊。いやー、さすがに忠勝と池村のアナヘルカしんどいね。しんどすぎる。忠勝今ちょっと向きを変えましたよ、ね、なんと仁王門を出す時の声。
むちゃくちゃな殴り合い。うほな、何甲府城に一番線出直したか。つまり雪村と忠勝は甲府狙い。石田が敗れましたね。石田敗れる。甲府厳しいな。さすがに守れる気がせんな今これ。雪村来ると雪村5000。我が戦お見せしましょう。6600。表情を始めました。報告いたします。甲府撤退もやむを得なしな感じがしますね。池田てるとサチちゃん、すぐ長政。そう、石田がね、軍技、妖精、援軍、石田ダメか。福島、そう、石田がね、高藤を取ってくれればね。まあ高藤を取ったとまだ上原があるからちょっとあれなんですけど、徳川のね、北信濃勢とかだいぶ削れてはいるんですが、あ、ワンチャン奇襲に雪村が富士をしてくるとしんどいな。守るかどうかですね。石田別のが来てる。ちょっと撤収するかどうか悩ましい。少なくともちょっと現在の戦力ではよほど、一応強撃とかにすればどうにかなるとは思うんですよ。すげえ消耗戦になるでしょうけど。本田忠勝甲府狙い。うわ、そこからも来る。ああ、富士吉田が大ピンチ。富士吉田の危機。うへ、富士吉田も落ちるな、これは。あれー、ちょっとピンチだぞ。富士吉田を諦めざるを得ないかな。まず富士吉田から諦めるしかない、これは。撤収。ルート的に下に抜けるしかない。甲府はどうかな。甲府はどうかな。三度目き。朝廷、実はね、朝廷とね、何も全くいじってなかった。ただまあ、結局朝廷停戦してるとその間石田がボコボコだろうなっていう。おっと、突撃用心、用心受けしよう。
これはここまでか。うっせやろ。撤収か。撤収するしかないか。ここを耐えるか。ここまではまだなんとかなる。いやー、問題雪村プラス忠勝が同時に着弾することですね。ちょっと兵回復してる。あー、3000、2000。まあでも駿府守るのに、駿府守るのに手一杯か。撤収するんだったらこっちのルートから撤収急ぐけど、まあ撤収かな、これは。これ撤収かな。ここからかしこまりました。で、白武将も出撃。想像はね、ガチの殴り合いですからね。どうしても消耗しちゃう。で、忠勝が追いついちゃうから、忠勝が追いついちゃう。そう、ん、あれ、なんだ、あ、高遠城方面に着弾してる。家康は帰り出した。ワンチャンあるか。雪村4300。これ忠勝と雪村を倒せばなんとかなるかな。なんとかなると思う。忠勝と雪村を倒そう。福島のここは、雪村は強撃。雪村は強撃。忠勝は、そう、駿府にも来てるんだよね、いくつか。忠勝の強撃でどうにかするか。駿府はもう切り札だな、この兵力。なーに、U ターンしてきた。こっちゆっくり下がる。伊豆か。伊豆軍出して伊豆に来たら割ともう瞬殺な位置ではあるんですよね。まあ駿府助けに行く時ですかね、出すとしたら。出陣します。突き刺激中からは切っとこう。落ちる。ほほう、オリーベ、茶器集めろと。しばしばしお待ちを。修復できるだけ修復しよう。回収は無理。教会
こんなね、くっそ忙しい時にね、何言うとんねんって話なんですけど、そんな茶器に使う金がねえぞ。拡張岡崎を PK、 岡崎 PK、 ここも弊社にしよう。想像性が足りてないですね。いやー、これはなかなかやな、なかなかやな。もうほんと一進一退な感じ。戦つとね、富士吉田もね、たかだかね200とか500なんですけどね、それを守れんか、しゃあないな、しょうがない、しょうがない。よし、でもとりあえずちょっと今日疲れすぎた。今日ここまでしましょうか。ちょっと戦つとね、雪村の対応がちょっとどうしようかって感じですね。どうしようか。よし、そのわけで皆さん長らくのご視聴ありがとうございました。まあなんとか耐えてれば、まあ大谷さんの軍勢がうまくなんとかやってほしいな。あ、しんべヱは一度寝返ってる。今回きつかったですね。いや、でも言うて、あの、二雷も落として後方落としたんで、領地自体は拡充したんですけど、かなりいい感じに。領地自体はかなりいい感じに拡充して、小田原リーチのはずなんだけど、徳川が止まらなくなっちゃった。みたいな。じゃあ続きはまた明後日やりますんで、そのときぜひよろしくお願いします。じゃあ今日この後は三国志14に走りしますんで、走りしたい方も引き続きよろしくお願いします。で、一旦放送閉じます。皆さんお疲れ様でした。